Always Nonch TV。 はい、Nonch TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、Nonchです。そしてはい、私ホームで眺めた明日の朝、萌子です。やってみて。明日が自分にとってあんまり来てほしくない日だった場合の対処法、うん、あ、教えてほしい。なるほど、教えて萌子先生。はい、っていう、これそうしよう、これから教えて萌子先生。どうして、どうしますか、はい、私天の弱といえば天の弱なところなんですけど、はい、まずちょっと質問からぶれるかもしれないんですが、その来てほしくないというか、はい、すっごい楽しみにしてることがあるとその日が来てほしくないタイプなんですよ。はい、わ、うん、かりました。じゃあ質問しますよ、はい、明日がどうしても嫌だの日だった場合の前の日の過ごし方、うん、過ごし方、はい、あ、まあいっぱいありますけどね、そんな嫌な日はね、きっとね、はい、鎮痛剤飲むとか。いやいやいや、その日が来る前にね、うん、お腹痛い前に。あ、そうじゃなくて、めっちゃ収まる。いや、すごいお腹痛い日、お腹痛い日はじゃあ全然来てほしくない日は、うん、だいたいどうしてる？すごく仕事が、うん、とかやばそうな日、うん、会いたくない人に会わなくちゃいけないとか、そういう日の前日のどうします？考えないようにしてるかな、うん、考えないようにする、いつも通りにしてるかな、うん、その嫌だなって何日も前から思うわけじゃん、うん、そんでついに前日、とうとう明日っていう時に、うん、急にスッと考えないです。あ、物欲に走ったりするかもね。買い物に行く、買い物に行って用もなくドンキホーテ行くとか、例えば紛らす、紛らわす、うん、それを忘れようとするってことじゃん。まあどっちにしてもそうだね、うん、忘れようといつも通りになる、はいはいはい、美味しいものを食べたりとか、はあ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 、あとお風呂、お風呂ゆっくり入るとかね、まあ、いわゆる皆さんが言う、うん、ちょっと前にやったのストレス解消法に近いことをやるんじゃないかな、うん、占い見るとか、へ、うん、それによって方向変える。そうだね、一応やってみるかな。うん、なんかあるじゃないですか、毎日スマホに入ってくるのとかさ、はいはい、いや毎日見てないんですけど、うん、私は、うん、もっと嫌なことは、そんなもう、うん、そんなことじゃ済まないぐらい嫌なこと、なきんじゃない。そうじゃなくて、うん、次の日がものすごく嫌な日、その占いとかじゃ寝る、うん、もう寝てもう次の日来ちゃえと、うん、飲む飲む、また来た、飲む飲んでもちょっと明日のことを忘れ る、じゃあ基本は忘れてしまえと、うん、忘れるといいな、いつも通りに過ごせるようにする。今までそういう研究があんまりない、嫌な日が来るっていう、うん、うん、はあ、そんなないんだろうね、じゃあないんだろうね、ああ、また失敗したね。いやいやいや、早起きが苦手な人とかはさ、きっと朝からさ、すごい早くに仕事とかだと嫌なんだろうね、多分結構ね、ワクワクするんですよ。いやいや、もうそれぐらいのレベルじゃなくて、もっともっと、なんか、それだともう日常になっちゃうじゃん、もう試験とか。でも試験って嫌なものでもないよね、あれだと。あんまないかもしれないけど、うん、俺はもうギリギリのギリギリまで考え尽くして、ある時に、うん、なんかそういう変わるタイミングがあって、うん、そこでスパーンとこう いけちゃうなんていうの、うん、いけるけど、そこまでがなんか辛い、ああどう嫌だなってな、うんうん、でもなんかある瞬間があるんだけど、それが早く来る時とギリギリの時があって、だからなんか早くそのスパンが来るといいなっていつも思ってる、うん、まあなんか忘れるとか紛らすに近い、いやなんかね、それに向かう角度の意識が急に変わるんだよね。あ、なんか割と同じかもしれない、うん、例えばね、うん、例えばですよ、うん、なんかどうしてもね、うん、行かなきゃいけないところで嫌な人がいるとか、うん、絶対苦手な人がいるってあると思うんだけどね、うん、でも、うん、嫌じゃなくなっちゃうんだよね、うん、やっぱり。まあ、なんか人間はそうできてるのかね、なんか、あと忘れるようにできてたりしますよね、嫌な過去とかもなるべく脳がね、あ、それはそうだね、うん、なんかこうね、いい方法はないのかね、うん、だからその嫌なことが
起きる前に変えとかなくちゃいけないわけだよね、うんうん、まあでもそれでも嫌なことって来ちゃうから、うん、その時どうするかな、うんうん、じゃあ今回は人間のさ、はい、あの本質ってそんなにもう3、4歳ぐらいからさ、うん、三つ子、うん、まあまあいやあれ言うの嫌いなんだけどさ、うん、あのっていうのもあってさ昔からの言葉、ね、なんか8月31日とかやっぱ嫌だったのよ、うん、とにかくほうほう9月1日が嫌だからさ、すごいね、そんなこと覚えてんの、もうそんなぐらい嫌だったのよ、俺なんかもっと嫌なんで、多分その思いないもん、うん、その思い覚えてないもん、あ、うん、もうでも、もう、もうずっとだから根底がそれだよ、あ、それ、あ、俺はもう学校行きたくないわ、早いからか、もうずいぶん昔すぎて思ってない違う違う、学校行きたくないばっかりだったよねって思うと、今はもう変わんないなと思う、そこは。ではします、よろしければチャンネル登録お願いします、またね、またね、向往的遠方、精彩的世界、有多少人想要，又有多少人敢要。